勝手にスーパーロゴ対決ということですね。久しぶりに亀山ダムに来たんですけども、今日は前回の柳川クリークじゃなくてこの亀山ダムでスペシャルゲストのババちゃんとまっちゃんに来てもらいましたこれね、2人で対決してもらいますんで、皆さんこれ楽しみじゃないですか。自分が一番楽しみなんですけど、ババちゃんとまっちゃんが対決することってめったにないと思うんで、トーナメントだよ。トーナメントで、トーナメントですね。トーナメントではあるけど、2人では2人。ババちゃんはね、もう先週のね、南千葉チャプター優勝して、もうちょっと暴走チャプター控えてる。大事な時ですけど、ちょっと来てもらいました。こっちはね、もう60いっぱい上げてるし、2人ともね、みんここの亀山で優勝してくれるんで、俺ちょっと楽しみですね。見ていきたいと思います。イクバイター。ちょっと今日ね、見てる風強そうなんですけども、まあゆったり、まあ気張らず頑張りたいと思います。よろしくお願いします。じゃあばばちゃん、今日の NG ワードは、DeepX300 大丈夫ですかそれ。はい、じゃあそれでいきたいと思います。はい、あ、何もない。今日の意気込みをお願いします最近またちょこちょこ切り出したんで、ちゃんと釣れるように頑張ります。キーパーあるんでしょ。キーパーは 300g 以上です。 300g 難しいですねでそれを釣れるように頑張っていきます。お願いします。はい、じゃあ NG ワードをお願いします。じゃあ、じゃんけんお願いします。はい。じゃあ、じゃんけんぽい。じゃあ、ボバちゃんが勝ったんで、どっち行きますか？西で。あ、じゃあ、このまま自分がここに乗りたいと思います。はい。じゃあ、まっちゃんは東で、お願いします。いいですか？お二人とも。じゃあ、出発！はーい。じゃあ、やばいだ。じゃあ、まっちゃん。西側。ん？どっちだっけ？西。東側行ってください。はい、お願いします。おばちゃん、今日プランとかありますか？ノープランあとはね、競争やりたかったんですけど、ね、フィーディングもらっちゃってるもんね。だけど、一応探してやっとこうかなって。あ、了解です。
かしらはいい。今投げてるのは何ですか？坂又サインチジグヘッドキャロキャロとかも映るんだ。うん、今ちょっとやってみてどんな感じですか？魚が沈んでる。風が弱まったら、弱まったら、まあ朝一とか、うん、まあなんで、そうですね、ちょっと連携合わせてやめたね。ちょっと厳しそうですね。そうですね。ちょっと風が弱ってきたらハマりそうなんです。ああ。今日風強いよね。あ、ちっちゃいいるわ。飛ばしづらい。
母ちゃん高滝にも出てるじゃん。高滝と亀山ってなんか違う。違う。全身がこっちだと50メートル。ああ。うん。バスのなんか動きとかそういうのも違ったりとかする。やっぱ違うのね。さあ、ババちゃん、なんか試合の時とかさ、なんか食べたりする？途中で浮いた。あ、浮いた。普段のさ、釣りでさ、なんかおやつじゃないけど、なんかお菓子とかさ、持ってくる？うん、あ、持ってくる。なんかさ、俺勝手にさ、昔亀山いた時さ、おばちゃんなんか干し芋とか持って行ったの。ああ、あれただに単に好きだから。あ、そういうことね。なんかこだわりがあんのかなと思って。あんま食わない。あんま食いすぎるとね、トイレ行きたいとかなる。
バイター戻りますか。はい。あばちゃん、午前中振り返ってどうでしたか。まあまあ、ちょっと風が南ですね。はい。風も強いよね。午後はどんな感じで行こうか、なんかありますか。午後は、まあ、なんだろう、どっちかというと自分東側の方が得意なので、うん、まあ、それではめられたらなと。あっちからこっちダメ。うん、ダメ。ここまで、うん、この辺よ。
かわしい。あれもない。今ライブで見てたん。時間ぴったりですね。じゃあ風チェンジします。しょ、次はこっちに乗りたいと思います。じゃあ中間報告します。一番大きいやつの重さだけお願いします。1210です。マジで1210。マジか。おちゃんは乗ってたんでわかります。一応報告お願いします。厳しいんですよ。あっちが釣るからってもうちょうどいいんじゃない。そう、いいかもしれん。おばちゃんは向こう得意だからね。よし、じゃあ午後もお願いします。スペシャルゲスト登場。久しぶりです。3年ちょいかな。元気だった？これいいですか使って。ズーシミ君登場。ありがとうございます。どうですか今日は。ちっちゃいの釣れますか。松本さんが釣れない。じゃあ休憩時間。結果発表。